いや、オリパ楽しい。さあ、マジか。持ってなかった。ターレス3枚に、金箔ヤムチャー。はい、ということで今回は久々 SDBH スーパードラゴンボールヒーローズの2000円 UR 確定オリパを5パック1万円分買ってきたので、早速こちらを開封していきましょう。はい、ということで5月1日から YouTube を本格的に始めて、なんとかチャンネル登録者が、もう少しで200人というところまで、おかげさまで来ております。ありがとうございます。音ヒロチャンネルを見てくださっていて、まだチャンネル登録はしていないという方は、ぜひチャンネル登録してくださると非常に嬉しいです。はい、じゃあ早速開封していきましょう。まずは1パック目。当たり画像をこの辺にちょっと載せておきながら、皆さんもご存知、有名な秋葉原のフルコンプさんの2000円 UR 確定オリパー。早速開封していきましょう。さあ、何でしょうか。構成を見ていきましょう。構成は、表がレア魔人ブート、裏もレア孫悟飯青年期。さあ、見ていきましょう。はい、またレア。2枚目がレアバーダック。そして、後ろがレアの竜神論、つまりレアで囲まれてますね。はい、じゃあ次が当たりになるかと思うんですが、裏から見ていきましょう。さあ、1パック目なんでしょうか。321ズードン。おお、トッポ SH6 段の UR トッポを、ちょっとだけ白ポチがここにありますね。完全備品ではありません。他の状態はいい感じです。はい、1パック目トッポでした。いや、オリパ楽しい。さあ、1パック目はトッポでした。構成は分かったね。お、レアじゃなくてヤムチャのコモンでした。裏が天使班コモン。さあ、コモンコモンで、またコモン。お、今回は全部コモンでした。さあ、どうでしょうか。こっちから見ていきましょう。何でしょうか。命を刈り取るもの、アビリティ、命を刈り取るもの。さあ、行きましょう。3、2、1、何でしょう。マジンシュルム、UM9 段のマジンシュルムでした。イラストはかっこいいね。状態はめちゃくちゃいい感じです。はい。はいと、ここまで2パック4000円でマジンシュルムとトッポと、なかなかの負けですね。でも、オリパは楽しい。はい、じゃあ行きましょう。3パック目。トランクス幼年期、ピッコロ、そして、ソンガン GT のクリリン少年期。さあ、この後ろです。この後ろです。さあ、来い、ターレス。ターレス来い。3、2、1、ターレス。お、BM8 段孫悟空、やっとー。これは嬉しい。これはめちゃくちゃ嬉しい。最新弾、もうすぐ BM9 弾が稼働されますが、BM8 弾の孫悟空、仲間を守る熱き英雄。こちら持ってなかったので、めちゃくちゃ嬉しい。これは嬉しい。いやーよかった。3パック目でやっとトントンぐらいのものが来ました。ちなみに孫悟空、状態はめちゃくちゃ良かったです。さあ行きましょう。久々の SDBH オリパー。さあ行きましょう。この裏に眠ってるんでしょうか。こっちから行きましょう。さあ何でしょう。その前に最後のコンパンですね。はい、じゃあベジータ GT、 さあ行きましょう。こっちからゆっくり開けるスタイルで行きましょうか。ゆっくり開けていきましょう。 BM6 段、 BM6 段ベジータゼロ。これは状態はまずはめちゃくちゃいい。状態はめちゃくちゃいいです。めちゃくちゃいい。だけど持ってる、かつかなりの負けでした。これイラストめちゃくちゃかっこいいけどね。いやー、2000円だとかなりの負けです。マジであっという間のオリパ開封。もうここまでで8000円。今状態こんな感じ。いや、結構きつい。マジか。もうこれに全てをかけよう。まだ一発逆転チャンスある。なぜならターレスが3枚もあるから。さあ、行きましょう。頼むぜ、スターレス。当たり画像、もう一回ここ載せておきましょうか。当たりはこんな感じ。ターレス3枚、金箔ヤムチャ、ヤムチャの以外にも、かなり高額なシークレットは眠ってます。リャンシンロン、ちょっと最後だからゆっくり行かせてください。ベジータ GT、 ビルスレア、孫悟空レア、この後ろ。さあ、こっちから行きましょう。頼む、頼むぞ、頼むぞ、マジで頼む。さあ行きましょう。ゆっ
くりいきましょう。なんだ、起死回生の好機。起死回生の好機、なんでしょう、なんでしょう。こっちからいこう。シークレットはない。 BM64 ダンソンご飯青年。きえ、マジか、マジか。持ってなかったからギリ嬉しいっていうところで、なんとか、なんとか精神状態を保っている状況。はいと、久々の UR 確定2000円オリパー。結果こんな感じでした。大爆笑。うわ、マジか。やっぱりね、1100円 UR 確定なんかが僕は好きですね。いやー、1万円でこの結果はマジできつい。ちょっとね、きついですね。はい、ということで、今回はこんな感じでしたけど。はいと、次回はね、こちらの1000円の UR 確定謎オリパーをちょっと試しにね、初めて購入してきたので、こちらの方も開封していきたいと思います。はい、じゃあいつもね、見てくださって本当にありがとうございます。チャンネル登録まだの方はぜひよろしくお願いします。これからも音ヒーロー突っ走っていきます。じゃあねー、バイバイー。